ストーリーステージ 7-10 に行きます。強襲の内容は、サルカズ傭兵の攻撃速度が大幅に上昇。サルカズ傭兵は、このステージからの新キャラですね。原石祭壇の攻撃に当たると、術攻撃になる。それはいいとして、防御力 A、術耐性 A ってどういうことだってばよ。物理は通らないので、術でちまちま削るしかなさそうですね。さて、このステージ、前半は敵が下のルートから来るので、下ルートに展開します。もう狙撃は置かずに、いきなり術師を置くことにしました。通路が間に合った。このステージは、伝令兵がいないので、戦法もそれなりに耐えれますね。白雪をここに、上向きに置きます。後半の、上ルートへの攻撃兼用です。下ルートだけなら、左向きの方が安定なんですけどね。青ゲート前に、マッターホルムを配置。上ルートの敵は、術攻撃な上に、攻撃速度が上がってるので、マッターホルンのスキル中の術耐性に期待です。下ルートのラッシュが来ました。スツーロやアタッカーのスキルを使って、コストが17以上溜まったら、フェン・オジュナーに交代します。ムースを置いたところは、敵が来ないですね。わかりやすく、床に線が引かれています。団体医療を追加。スツーロと共に、上下両方に届く位置です。ジュナーのスキルは、強くて頼りになります。クーリエが倒されそうなので、コストが溜まったら、グムに交代します。これで安定して敵を受けれます。実は、下ルートは、原石祭壇の影響を受けないようなふりをしているのに、インコースを歩いて術攻撃にしてくる奴がいます。上ルートへの予告線が出てきました。コストを待ってから、上に配置します。敵の数が減ったら、グムを早めに撤退しておきます。スキルまで時間がかかる、ギターノを先に配置。下ルートは、もう敵が出てこないので、ヘイズも下げておきます。上の敵がもう来ました。なんとカラバも間に合った。敵が来たら、ギターノ以外のスキルを使います。ちなみに、スキル中のマッターホルンのステータスがこちら。術耐性19、HP が3219です。昇進1なので、術耐性がこのくらいですけど、敵の攻撃回数が多いので、その差は出てくる。はず。敵ラッシュの後半が来ています。次は、ギターノのスキルを使います。もう、医療もアタッカーも、スキルがないので、戦法を置いて、時間を稼ぎます。もしマッターホルンが倒れたら、交代でグムを置けば OK です。ところで、ムースが立っている場所って、いかにも、新銀山してください、って感じですよね。やっちゃいましょっか。というわけで、シルバーアッシュを連れてきました。娯楽みたいなものですが、多少なりとも安定感が上がればいいかな。序盤は、先ほどと同様、下ルートに展開します。白雪も左向きに置きます。左向きの方が、下ルートが安定します。マッターホルムは入れてないので、グムを置きます。上ルートの最初の1体だけは、ムースで倒しておきます。フェン・オジュナーに交代したら、今回はクーリエはこのままです。ムースの立っていたところに、シルバーアッシュを召喚。
敵が歩いてきたのに合わせて森林山。森林山が終わってしまった。あとは他のキャラたちで倒しておきます。そういえば新キャラウィーリのスキル3を特化3にしました。ウェルートは敵が術攻撃を連打してくるので触られたくなくて、後ろに直線もあるのでウィーリで突き飛ばしてみるのはどうだろう。前半はさっきとほぼ一緒なので早送りします。僕も使い慣れてないのでどう置くのがいいのかはよくわかっていませんが、直列にするとよく飛ぶらしい。蓄水砲の攻撃で敵がまとまっていってます。敵が曲がる前にいざ。おお、めっちゃ飛んだ。なんか一体はあまり飛んでないけど、後ろまで行った2体はもう倒せました。術パンチしてくるあいつ以外は普通に倒します。次の2体がもう来てる。でも蓄水砲の再出撃が間に合わない。仕方ない、先方で止めてせめて2体を並べよう。準備完了。よし、発射。ムーン、ウィーリ単体だとそこそこか。敵が重たいかな。あとはギターノに倒してもらおう。このステージから原石祭壇で強化される敵が出てきました。ここは初出なのでそれほど難しくはなかったですが、今後はどうなるやら。ご視聴ありがとうございました。